ばあちゃん、ちょっと待って。それは、あの、1000円払って。うん、1000円払って。はい。で、自分、あの、どこ名前書くの？ここに、この用紙に名前を書いて。はい。で、あの、何人、何名様。はい、で、1ヶ月。はい。あの、毎日、あの、これ、これの、あれで、あの、お祈りしてくれる。安全とかね、商売繁盛とかお祈りしてくれるんだ。1ヶ月、うん、誰がお祈り、あ、神主さん、あの、そういうこの、あ、そう、神主さんがいてはん、へ、うん、なんかその人がね、うん、お祈りしてくれるんやわ。で、そう、その置いてる木は何の木ですか？ここに自分の名前書く、みんなの名前。あ、一つずつ書く、うん、あ、そうそう、家族とかみんなの名前、一本は一人、そう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 、これ、うん、で、封筒は全部書いてから、封筒はこれに1枚だけにね、うん、誰が申し込んだとかね、うん、ほんで職業、この職業とかね、うん、いろいろ書いて、うん、ほんでこれにその家族とかみんなのこの名前と生年月日を書いて、うん、ほんで奉納するわけ。で、それは布団とその木一緒に先のそばへの人を渡すの、うん、そうそうそう、この人がしてくれましたような、うん、あら、100円ここ入れるんやった、入れた、私ここ入れたお賽銭入れた、それは、ここ、それは、まあいいや、これ何ですか、その箱、これお賽銭やね、このみんなさんのお賽銭、無事を祈るやん、おばあちゃん道中の。で、お金はどこ、ここ入れちゃった、ここ入れ、ここ入れたのにはおばあちゃん、間違ってた、ごめんなさい、ここ入れた、いいや、な、仕方ない、そこ入れました。おばあちゃん、何を祈ってた？家族の健康、みんなが仲良く家族で健康でありますように、お祈りします、ありがとうございます、ね、子孫が繁栄しますように、子供たちもずっとね、皆さん元気である。おばあちゃん、さっき聞いてくれた、聞いてくれた、あれ、うん、あれはね、あの、紙に書いてあるから見てくださいって、あの、こっちは宝物、ほんでこっちは巻物、なんか文字を書いてる巻物を加えてねって、巻物言ってな、あの、いろんな、こう、こうしてな、こんなんで、こう、いろいろ書いたもんをこうして、あの仙台を裏、あの、祈るわけやな、お祈りして巻物をここに加える、あ、そういう意味があるねって、私全然知らなかった、お稲荷さん、いや、うん、そうそう、お稲荷さん特にね、そうらしいよ、そういう言われがあんねんって。そのお稲荷さん、そっち置いてるから、それは買って置いてるんですか？あ、またね、あの、お祈りしてね、あの、みんなそれぞれのお祈りの方法があるから、お値段に応じても、そう、こっち1000円とかな、あ、そうなの、うん、これやる、いろいろ願い事がね、あの、お金で決められる。お祈りさん、置くだけ1000円？いやいや、こういう風にな。これは100円でしょ？これ。これがまたご祈祷、はい、ご祈祷してもらったら、これで、これが、ね、皆さんの1ヶ月よ。